妖精界の王女が闇の帝王を聖なる力で倒し、願い星ティンクルスターを取り戻し、星の力で世界に光と平和をもたらしてからもう3日もの歳月が経ちました。でも人々がそのことを忘れかけた頃に新しい災いはやってきたのです。突然何者かが妖精界、天界、魔界をつなぐ星々のバランスが崩れる現象、スターディストーションを起こしてしまったのです。このままでは世界がバラバラになってしまいます。それと同時に頼りの妖精界の王女ロードランもどこかに失踪してしまったという噂が流れます。その噂を聞きつけた時の魔法使いタイムバターミットは、妖精界の王女の代わりに世界を元に戻すことを決心します。いえ、それ以上にタイムはロードランに会ってみたかったのです。どんな女の子なんだろう。これはこの世界に言い伝えられているティンクルスタースプライツの伝説の中のもう一つのお話です。タイム、いきなり豚に囲まれてるぜ。初っ端から嫌な旅だな。ボシボシ、豚じゃないもん。あたいはビーストマスター、ヤン、ヤンヤンだもん。こいつらはあたいの鳥豚だもん。なんかこのセリフ聞いたことがあるもん。お前みたいなお子ちゃまに構ってる暇はない。子供じゃないもん。前は確かに実力不足だったの。この森を守るため改めてあたいは3日前から修行に励んでいるもん。たった3日で変わるわけねえだろ。怪しげな通信販売でもこうはいかないね。うるさーいだもん。とにかく修行した結果、あたいはパワー、ありえねえ。どう信用しても豚は豚だろうが。豚だね。うんうん。あたいを侮辱するのかも。もう許せない。勝負だもん。ブーブー。お前たちも喜ぶだもん。もう一人前だもん。ステージ1したことなかったな。ね、ちょっと口悪すぎ。よく来たな。お前たちが来るのは悪魔プロファイリングして予測済みだ。聞いて驚くな。時の王様タイマバラミート、年齢は5歳、体重は50キロ、お供に象を連れている。王様？バラミート？私のこと？らしいな。間違いだらけだが、バラミートって肉か？いい加減なことばかり言いやがって。何がプロファイリングだ。そもそもタイム50キロもないし、5歳でもないよ。合ってる箇所がない感じだよね。とぼけるんじゃない。ネタは上がってるんだ。俺の名はガオガオ、魔界では名を馳せた名探偵だ。自分はデビポリスであります。ガオガオ様は先輩であります。間違いには目をつぶるであります。
余計なことを言うな。もうボロになってない。ねえガオガオ探偵さん、今ダンディストーションという災いが訪れてるの知ってる？それを解決するにはティンクルスターが必要なんだよ。俺は予測してた。世にスターディストーションという災いが訪れるとき、二つの宝器に乗った少女が犬のぬいぐるみを連れてやってくる。その連中に魔界探偵が勝つことで災い晴れるべし。なんだかプロファイリングというよりは怪予言みたいになってるね。結局俺らを見たりタイムが今言ったから知ったんじゃねえか。いい加減な探偵だな。確かにガオガオ様はいい加減であります。ですが腕の方はやはりいい加減であります。余計なことを言うな。もうボロになってない。さあ推理通り勝負だ。よし負けないよ。今日も推理が咲いてるぜ。はいはい、すごいすごい。どこにいるんですの？すごく綺麗な人。でもなんだか寂しそう。どうしたんですか？こんにちは。実は娘を探しているんですの。ある理由でいなくなってしまって。家出だな、不良だな、ビルディングブロッククラッシュだな。コナンパウンドドッグ、失礼なこと言うのダメ。モグアガガガ、ごめんなさい、口が悪い犬で。いいのよ、楽しい子たちね。年も背丈もあなたと同じぐらいだから、なんだかあなたも娘に思えてきたわ。テレルルル。そうですわ、娘と一緒に食べようと思ったお弁当やお菓子、よかったら食べませんか？嬉しいけど娘さんの分は？すごくいっぱい持ってきたから大丈夫よ。まだまだたんとあるわよ。どんどんお食べなさいな。食後のお腹ごなしでもしましょうか。ラン、あなたひょっとしてロードランのお母様？お願いしますわ。ステージ3レディーゴー。
だね。おいしいや。しかしティンクルスターはどこにあるんだろうな。あなた方はティンクルスターを知っているんですか。誰。こんにちはでしゅ。いくつ？子供に子供扱いされるとは心外ですね。僕の名前はドエッジ。猫星人族の見習いでしゅ。お父様に言われてティンクルスターを探しているんですが、どこにあるか知りませんかね。ふん、猫にできるもんか。そろ一本のに乗ろうぜ。あ、とうとうティンクルスターの声が聞こえなくなっちゃった。スターディストーションの影響か。まずいな。ん？世界の破滅をもたらすスターディストーション。本当に来るとはな。そうなる前に俺たちが止めれば大丈夫さ。この魔物の匂いを取り除いてやる。こんにちは。あなたたちは誰？お、かわいいお嬢ちゃんだね。天使かい？俺は人族モンスターハンターのシエルで、これが兄貴のリエルだ。人族？やめろ。しかし人族がこんな世界まで来るとはな。ティンクルスターで何がしたいんだ。言えば長くなる。そんな無駄な時間を過ごす暇はない。知りたいの。教えて教えて。ねえ教えて。呪われた体を治すためだ。兄貴は無口なんだ。ごめんな。まあぶっちゃけ魔術の失敗でこんな耳や尻尾が生えてしまったのさ。へえ。ぶっちゃけタイムにも尻尾や耳が生えてるんだよ。一緒だね。ああ、小動物を見ると野生の本能が。俺もだ。早く逃げろ。
本当にこいつら呪われてるぜ、タイム。そんな場合じゃない、普通の、のんきなやつだ。手抜きはしないぜ。ステージ5、レディーゴー。だね、行くぜ。良い願い、悪い願いが渦巻いてるな。タイム、これは危険だぜ。正解にこんな場所があったなんて。それよりも、ティンクルスターはどこ？それがいけないのだ。お主ら人間や魔族、妖精どもはこの願い星様に頼りすぎている。願うばかりで自分は何もしようとしない。そのやましい心がこのような闇を生み出し、この現象の引き金を引いたのだ。あなたは。私は代々願い星様を影から守り、正しい方向へ導いてきた星守り人、巫女族の天神巫女。お主らは絶え間なく欲望をむき出しにし、争いの歴史を繰り返している。これを見ろ。石のようになってしまってるぜ。願い星様はもう限界だ。これ以上夢を受け止めることはできん。お前たちは夢の代償にこのスターディストーションで裁かれなければならない。身の程に合った夢を持つべきだったのだ。あなたの言うこと、ひょっとしてきっと正しいのかもしれない。でも星に願っちゃいけないの？夢のために頑張ってる人だっているよ。そんなのおかしいよ。タイム、様子がおかしいぜ。見ろ、スターディストーションの波動とあの巫女の精神がクロスしている。え？よく気がついたな。私は何千年もの間、ティンクルスターによって積み重ねられた人々の心の欲望だ。古来から人々は私をスターディストーションとも呼んでおるがな。人々の欲望には限りがない。ティンクルスターで解消しても、災いをスプライツの力で抑えつけても、ただの一時消費にする。そう、私はお前たち自身の欲望なのだ。ならば私がお前たちの代わりになっても不自然ではあるまい。この人々の心を粛清しようという欲望を持った巫女族の娘のようにな。取り込むのは簡単だったぞ。お前たちさえいればこの世界は浄化される。さあ、天罰を受けなさい。裁かれるのはお前か。ステージ6レディーゴー。
膨張する。このままじゃ世界がバラバラになるぞ。魔法で抑えなきゃ。皆さん、タイムさんに魔力と澄んだ願いを送るのです。みんなありがとう。俺は魔力が使えないので気合を送るぜ。うお、邪魔でしょ。俺たちで力を合わせてもダメなのか。タイム頑張るでしょう。私の予想ではこの波動は消滅します。 1+3 は13。その予測やめろ。ディストーションが消えた。やったー、ありがとう。みんなありがとう。スプライツ？いいえ、あの方はスプライツではありませんわ。私たち妖精族の先祖アルテア様ですわ。アルテア様は長きにわたってスプライツとして私たちに転生し、世界の危機のため力を貸してくださいましたが、さすがに限界が来てしまったんですの。そしてもう一回妖精としての力を取り戻すために10年前にある女の子に生まれ変わったんですの。その女の子ってひょっとして。いつかその日が来ると、自分に気づく時が来ると思っていましたわ。スターを作ったティンクルスター人、星の王女様なのさ。それとは知らずに、この星はいい人たちだ。ううん、悪い人たちだって。いろんな世界のいろんな人たちが持つ夢を、その夢に向かって頑張るのを、ほんのちょっぴりだけ後押しできればと思って作ったんだ。しかし世界こそバラバラにはならなかったが、いろんな世界に波動の悪影響が出たみたいだな。こんなことがあってなんだけど、今ティンクルスターがあればね。大丈夫、タイムにお任せ。おいタイム、お前これ以上魔力を使うと体が力が湧いてきたで。ティンクルスター復活やで。暗黒崩壊以上、すべて大サービスで元に戻したる。平和よ帰ってこーい。ママ、これからもママって呼んでもいいよね。もちろんですわ。どんな存在でもあなたは私の大事な娘ですもの。ママ、感動だ。これは魔界王に報告しないと。そういえばタイムはどこに行ったんだの？
星の王女様は星の世界へお帰りになったんですわ。星の王女、私の友達タイム、絶対に忘れないよ。まったくしょうがないな、タイムは魔力を全部使っちまって元の姿に戻っちまったじゃんか。いいってこと、友達もたくさんできたしね。ねえパウンドドッグ、またこの世界に来たいな。夢も希望も良い心も悪い心も何でもあるこの素敵な世界に。この世界に伝わる伝説の星、ティンクルスター。この星を手に入れた者はどんな願いでも叶えられると言われています。きらめく星ティンクルスター、それは誰もが持っている夢のきらめきのほんの小さな一かけらのことなのかもしれません。